ファンブックの紙飛行機がアニオリになったことについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。ファンブックでも一郎くんが紙飛行機が好きってあったけど、そこがアニオリになったってことだよね。こういう公式が出している細部をアニオリにしてくれるの最高かよ。ここのアニオリは素晴らしいけど、大使の今後を考えると心が痛すぎるよ。そういえば、鬼滅の刃公式ファンブックの鬼殺体験文61の時、トークンのページに死ぬほど飛ぶ紙飛行機を作れるって書いてたっけ。アニオリで回収とかやるね。無一郎くんの趣味、紙飛行機なの？紙飛行機が趣味で得意だったか。それで序盤のシーンで刀を狙って飛ばせたんだな。炭治郎が持っている剣に紙飛行機を飛ばせる技術がすごい。紙飛行機の飛ばし合い競争しようよ。時藤くんの柱稽古アニオリは、まさかの紙飛行機対決とみんな楽しそうに分かり合えてて微笑ましい。みんなが同じ方角へ一斉に紙飛行機を飛ばす光景は、同じ目的のための団結を表すのだろう。暑苦しくならない爽やかで牧歌的な演出がいい。無一郎くんの紙飛行機が得意なのはファンブックのネタだね。大使たちが紙飛行機飛ばすシーンも良き。炭治郎と無一郎の紙飛行機対決良かった。ずっと紙飛行機対決していていいよとなったアニオリでした。現代ならみなんなまだ中学生くらいだものね。時藤くんの柱稽古のシーンそんなになかったのに、アニオリで柱同士の稽古や紙飛行機とかめちゃくちゃ盛られたな。やはり柱の投げる紙飛行機には呼吸のコツで飛ばしてるんでしょうかね。炭治郎と話すときは笑顔なのに、他の隊員と話すときは無情な無一郎くん。最後のみんなで紙飛行機飛ばすとこがまたアニメは柱と他の隊員が仲良くするとこ見せて、視聴者を地獄へと叩き落とそうとしてるな。無一郎くん、ほんと良い笑顔するようになりましたね。可愛かった。炭治郎と絡むとなお可愛い。そして炭治郎は今回も可愛かった。金森さんに紙飛行機とアニオリも素敵でした。ありがとうございました。紙飛行機のシーン良かったね。地藤くん楽しそうで本当に良かったねって思う。柱稽古編で泣くと思わなかった。紙飛行機の折り方も違うのかな。長く飛ばすのはコツがいるよね。オリジナルの紙飛行機大会も良かった。これからも1話ごとに柱を掘り下げつつ稽古を進める感じなのかな。そして毎回心温まる話を書いて、最終決戦で奈落の底のさらに深いとこまで叩き落とす準備を進める感じなのかな。時藤くん、厳しかったけど紙飛行機で大使と一体化したみたいですごく良かった。感動した。この紙飛行機対決のアニオリとても素晴らしいんだけど、みんなまだ子供なんだなって再認識させられているようでちょっと辛いな。そうだよね。ムイムイちゃんと公式ファンブックにも死ぬほど飛ぶ紙飛行機を作れるってあったもんね。刀の切れ味すごいと思うけど、狙ったとこに紙飛行機投げる技術地味にすごいな。もっかい見るわ。マジでみんなで紙飛行機飛ばすとこ類線崩壊した。刀もすごいんだけど、刀に向かってまっすぐ反らさず紙飛行機を飛ばしたのも地味にすごいな。年代的に紙飛行機はまあおかしくないけど、色紙と折り方がやたら現代的だった気もする。趣味が紙飛行機ってあまりにも純真無垢で泣いてる。今日の無一郎回もアニオリマシマシでしたね。無一郎の春日井カラスの銀巣が面白くて良い。紙飛行機の下りはベタだけど、今後の展開を思えばこんな時もあったなと感慨深く思えるからね。こんなに仲良くみんなで紙飛行機飛ばしてるけど、鬼舞辻戦で何人生き残るんだろうな。紙飛行機の下り、少し唐突に思えたりもしたけど、地藤くんの、厳しいだけじゃない優しい、少し無邪気な一面もとくと感じ取れてよかった。小波感。制作陣の誰が紙飛行機対決を思いついたんだよ。お前ら紙飛行機の飛ばし合いよりもちゃんと稽古しろよ。命かかってるんじゃないのか。ムイくんのめちゃくちゃ飛ぶ紙飛行機エピソードじゃん。紙飛行機でめっちゃ盛り上がってる。紙飛行機は飛ばし方もだけど折り方が結構重要らしいです。まさかの紙飛行機対決。
そして、なぜかほのぼのとき東武一郎の紙飛行機教室になってる。柱の元を訪ねるたび、炭治郎は謎の勝負を柱に仕掛けるのか。時藤くん、紙飛行機対決が一番年相応の顔していて泣ける。武一郎は最強の紙飛行機作れるからね、公式設定。多分紙飛行機って大正時代ではすごくモダンなものだと思う。刀の切れ味もすごいけど、紙飛行機を正確に飛ばす時藤くんの技術もすごい。ここは原作読んだ時から好きなエピソードだったけど、アニオリでも舞台師たちのやりとりだったり、柱の柱稽古だったり、勝負のはずが皆で紙飛行機を飛ばす回になってたりと、いろんなネタが膨らんでてとても良かった。大炭治郎では表情がコロコロ変わる武一郎くん可愛い。柱とか関係なく一緒に紙飛行機を飛ばしてるのいいな。最終決戦を漫画で見てたら、この紙飛行機のシーンが前振りになっててしんどい。炭治郎にだけ出れる武一郎最高やな。そしてあの飛んでいく紙飛行機たちを見てこのうちなん人の大使が無限城から帰ってこれるのだろうかと思って泣きそうになった。あの紙飛行機の折り紙かなんかグッズ出したりしないよね。米印なんでもグッズに結びつける。炭治郎、紙飛行機飛ばし勝負提案するの可愛すぎるし、その見返りとして求めるのが他の大使への口調柔らかくしてあげて、って優しすぎる。紙飛行機飛ばし対決をするくだり。炭治郎は水柱も一人の人間であること、を大使に伝えたかったのかなと解釈した。第4話もオリアには含められてた印象だが、話の同時進行ぶりからして最終決戦に向け、字は動いてることを実感。新たな上限の面はああいう資格を持っていたのか。武一郎は紙飛行機が好き、ここで年相応の子供らしいことしておかないとこの後だね。大勢で紙飛行機を一斉に飛ばすのって神風特攻の隠喩が込められていそうで怖い。紙飛行機の折り方ちゃんと違うのこだわってるなぁ。金森さんが手入れした、紙飛行機がスルッと切れる真剣で稽古とは厳しい。紙飛行機の飛ばし合い競争。そもそも、大正時代の日本人は飛行機を認識していたのか？時藤の稽古で炭治郎と他の大使の落差予想でも、紙飛行機で少しは良い方になったかな？刀なんて振らないで、ああやって炭治郎と笑いながら、思い思いに紙飛行機で遊べる日常であって欲しかったな。大使たちも一緒の紙飛行機競争は思い出になるね。アニオリは仲間とのつながりが書かれていて良いな。ムイくんの笑顔ほんと可愛い。今夜も素敵アニオリ。だけども後の展開を思うとこの優しい世界観がはぁ。原作には存在しない黒さんと品津川さんと武一郎くんのアニオリ稽古シーン作画があまりにも神すぎる。武一郎くんの笑顔でしか得られない栄養素がある。誰から見ても多様に圧倒的な差が見えたり、わかりやすく贔屓しちゃうのもやっぱり根っこは14歳っていうことを表しているのかなと思いました。あーすごい平和なシーンだなって思いたいところだけど、原作を知ってるから何をやってももう全てが悲しすぎる。武一郎の回も最高に良かった。武一郎本当いい子なんだよな。柱稽古も補完ありがとう。目玉の親父みたいな新しい四の鬼の集団気持ち悪すぎる。集合体恐怖症じゃないけどありえんぐらいゾワゾワした。時藤くんこの似合ってえぐいほどかっこいいこの子いくつだっけ。金森さんって思わぬ再登場に声出たけどその後の炭治郎くん呼びにもってなったあれかまど少年呼びじゃなかったっけ。漫画では書ききれなかった。ただ厳しいだけの稽古じゃなくて死んでほしくないからする厳しい稽古とその思いが大使たちに伝わるっていう書き方が良いよね。毎週目頭が熱くなるよ助けて。何がどうなっても一郎の春日井ガラスちゃんはこの子になったんだろうか、もともとの性格なんだろうか、どうしたの。個人的に大優勝すぎるシーン。年相応の表情がたまんなく好き。もう可愛くてしょうがないよ。
無一郎の無は可愛すぎてしんどい無理の無。上弦の鬼も出なければほとんど戦闘もないけど、あくまで稽古や柱たちのやりとりメインだし、鬼舞辻無惨を倒すためにというサブ隊で始まっている以上、クライマックスにつながるストーリーと思って視聴してる。最終決戦を前にしたこのタイミングで肉の壁ことも舞台史に感情移入させてくるの相当性格悪いだろ。無現状楽しみにしてます。今日もあっという間、素敵な回だったなぁ。炭治郎にとびっきりの笑顔を向けるムイくん、かわいすぎた。みんなで紙飛行機飛ばして空を見上げるとこ泣きそうだった。ずっと稽古やってていいよ。前話に鬼の存在をちらつかせて無惨が近づいてくる感じに作ってあって、楽しい場面の裏側でも確実に魔の手が迫るっていう書き方が好きだな。人気のないもう使われてない神社だとしても、誰かは掃除に来てるかもしれないと思うと、柱の3人が穴ぼこ開けた後掃除してる姿想像すると笑える。こういう束の間の賑やかな日々の中の穏やかな笑顔が、後々メンタルをえぐられる一瞬になるんだもんな。イクロさんも無一郎くんには長生きしてほしいんだよ。トキトウくんかっこいいし、めちゃくちゃかわいいし、30分一瞬で終わってしまった。炭治郎を見た無一郎くんの笑顔とか、表情がぐんと柔らかくなったのが良い。今回でまた無一郎好きになるわ。な、女の目のやつのシーン予想の10倍出てきて、キモって言っちゃった。義勇さんの時もそうだったけど、やっぱ炭治郎って面白いやつ。無一郎にこんな表情させるなんて。炭治郎と無一郎くんの絡みハム現状編ではないから、アニオリでこういう風に多くなるのは嬉しい。つばぜり合いになるシーンってめっちゃ好きなんだよな。イラスト描くときの参考にしたい。いろいろ良かったな。柱稽古夜のブサネミンがムイくんのこと心配してくれてたの。やっぱり優しいよね。墨の字が勝ったら、大使たちへの口調を優しくするって炭治郎いいやつすぎだろ。この子めっちゃしっかり柱のこと見てていい子やったなって。戦ってる炭治郎とムイちゃんを堪能できて嬉しい。柱三人の稽古の迫力すごかったな。これからもあるんだろうか。ちょっと期待しちゃう。ムイちゃん、あんだけ余裕だったのに、やっぱり品津川さんもイクロさんも容赦なく戦ってんだな。夜、遠い距離走ってイクロさんと品津川さんの稽古現場に行くのもストイックで好き。ってなった。そうだよねー。混ぜてほしいよね。ムイくん有意義な時間過ごせて充実してるね。見れてよかったと思うエピソードをたくさんありがとうございました。原作が光の速さで展開してもなお、あんなに辛いクライマックスだったというのに。柱稽古編でこんなに色々丁寧に見せられたら、もうこの流れの先にあるラスト、直視できる気がしない。トキトウくんの笑顔ずっとずっと待ってたから、かっこいいと可愛い両方見れて嬉しいよ、ほんと。ありがとう。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。